北京市郊外鉄道は中華人民共和国の首都、北京市市街地と近郊を結ぶ通勤列車システムである。中国国鉄が在来線を利用して運営しているため、北京地下鉄が市街地内やその近郊に広がっているのに対し、より郊外まで路線が伸びている。中国国家鉄路集団有限講師は、貨物輸送や都市間の長距離列車をメインとして運営している。 中国国鉄は長距離列車のスピードを上げるため旅客列車を各町の中心駅以外の駅は全部通過するようにしている。国鉄の地域輸送は一部の道路未整備地域を除き全廃した。また大都市では市が出資する企業によって運営されている地下鉄や新交通システムといった都市内の鉄道路線もある。北京市では郊外の衛星都市の発展のために 地下鉄に加え、思考鉄路の整備を行う計画を2004年の北京都市全体計画の中に入れた。2008年8月の北京オリンピック期間に向けて、発達霊長場観光を便利にするために、北京市と鉄道部が警報線と公園線や、北京北駅などの各駅で拡張、リニューアル工事をして、8月6日に S2000 が開通した。 当初1日16往復の列車が設定された。しかし、駅が観光地や市街地から距離があったり、バスよりも運賃が高かったことから、利用客が伸び悩み、8往復にまで減便された。このため、2011年7月1日から、北京市と鉄道部が、運賃の大幅引き下げと均一料金化や16往復への増便といった高効化をしたところ、 改善して1週間の時点では、利用者は大幅に増加したと報道された。しかし、2012年2月24日から平日8往復、休日12往復に減便された。S2000 の開業当初は、北京北遠京間が1等23元、2等19元で、北京北発達霊間が1等17元、2等14元であった。また、 地下鉄やバスで利用可能な北京市政交通カードには対応していなかった。2011年7月1日に大幅値下げをし、1等2等に、かかわらず1駅では5元、2駅以上では6元均一とした。また5駅で北京市政交通カードが利用可能となった。北京11座新城有望上場上通、ジハットエースに公開客流網旅客やス順。 東道国志向鉄路 S2000 台や調整運休列車あり。ありがとうございます。